まあ、那須さんの一撃密着っていうところで、はい、食事会があると、まあ、岸大吾選手が来るっていうふうなことだったんですけど、はい、普段から那須さん、うん、大吾は面白い、うん、大吾は独自の世界観で生きてるうまく言い過ぎやらみたいなことを結構言ってくるじゃないですか企画のなんか打ち合わせとかするときには、うん、大吾ってさみたいな感じでなんで、うん、今日は選手の皆さんはそんな岸大吾選手のことをどれだけ知ってるか、うん、まあ、岸大吾選手からすれば自分がどう思われているかっていうことが分かる企画っていう形になります、うん、なんで事前にアンケートというか質問項目を送っているので、うん、それに何て答えたかっていうところを、はい、答えていただければと思います。じゃあまず1問目いきます。西大吾選手の血液型は？それは答えあるからね。いやー、わかんねーわ、わかんねーわ。 AB とか言いたいんだろAB だよ。多分、分かった、多分、合ってるかもな。じゃあ自信ある方から絶対これやん。じゃあ前川選手絶対100%AB 他に AB の方は、はい、あ、渡辺選手も AB、はい、古橋選手、はい、お前それはよく言いすぎや、お前それはお前はないっすかちょっとすごい先輩やから携帯がこうやって持ってる人綺麗すぎた意外と大型だと思ってこちらはなぜ俺も大型なの同じ匂いだなっさんはおかしいけど、うん、独自の感性があるから意外と AB とかこう見られがちなんだけど全然なんか実は案外大型だね気ねって実は正解O です。ほら言ったやん。AB でしょ。二面性はないでしょ。ないよ。二面性はないよ。多分もう一回裏ないよ。鑑定させた方がいいと思いますよ。ほんまに。絶対 AB やわ。変化してるから。変化。突然変異。多分来たよ。西大吾選手の好きなタレントは？なんか最近俺知ってるぞ。結構この人年上が好きなの。ちゃってんだよね。ツイッターでね、最近やってるんですよ。サッカーとは何かって、ジャズってなんかハテナが100個ぐらいつきましたけどこの人クセ強いって、あれさ、内容ちゃんとそれ読んだら読んだら、だから即興性があってからなるほどなったんですけど、最初見た時サッカーと何かジャズですね、で、この人出たよってやべえ、血騒いでる。わからん、もう一人もう一人、もう一人、はい、OK です。女性タレント自信ある方から高嶋ちさ子さんです。僕は分からないですけども、有名な人なら分からないです。一緒です。やばい、バカが割れる。なぜいや、俺前確か聞いたことあったんだ。いや、俺もご飯行ってる時と、あと本当にツイッターでも言ってる。結構年上の人好きなんだ。俺年上は好きな感じ分かる。篠原涼子。絶対こういう感じが好きなんじゃないかな。いや、ちょっとお前いいとこ作るね。悪くないんじゃない。みんな好きすごいね。めちゃめちゃバレてるじゃないですか、僕の正解。高嶋ちさ子さんです。いや、この人一番。あ、そうそう、この人一番。もう一人、もう一人だけど綾瀬さん、綾瀬はるも。おぉ、そこそれは意外だわ。いや、本当に意外ですね。クリーンじゃん。クリーン、うん、ちなみに高嶋ちさ子さんの好きな理由って何なんですか？いや、俺知ってます。怒られたいとか書いてます。なんかついたうん、選手が好きなの？ド M なんですよね。いや、ド M なんですよ。ド S な人がいいの。そっからさまにド S だもん。ド S な人って M にもなりますから。次行きましょうか。西大吾選手が無人島に一つだけ持っていくならもう分かった、俺は分かった。いや、まあ大体の人は考えるけど、まあまあまあ、いやでも違う。無人島だもんな。そんなアイじゃねえな、大吾。何を持っていくんだ。じゃあ、愛じゃないですよね。分かった、これ分かった。こういう角度じゃないかな、こういう答えは。じゃあ、あと10秒でいきましょう。女の子とか。いや、違う。その角度じゃなかった。その角度じゃなかった。じゃあ、まず那須さんからいっちゃいましょうか。もう、多分こうやって、もう生活がこういうところは、意外と普通なんじゃねえか。3つ。他、自信がある方は釣り具セット。いや、ありきたり、ありきたり、それそれありきたり。人道に来たら生きるためにそっちの角度で考えてるから。コンパス。いや、この人ほんま天才やから何でも生み出せると思うんですよ。だからある程度
三つに迷わないの最低限のものがあればって感じだと俺は思います。じゃあ古橋選手、迷うもの、ハンモック、ハンモック急か無人島の意味履き違えたくれることに作れるかな、休みに釣りセット。正解は渡辺選手、惜しかったです。釣り針です。釣り針、釣り針、あ、そうね、誰も針はね、作れないですよ、ガチ。なるほどね、竿はいけるけどね、一つってところで忠実だったじゃん。ガチ大阪ガチで来た、案外ね、ガチで来てたよな、なんか ひねってねえんだな。コンパスはないじゃん一番ないでしょ、裏の裏の裏を行かないと。ないのにお前どこ向かって行くんだ。大体拠点決めて、あとなんかもう一人で生きていく術は持ってるんで次行きます。生まれ変わったら何になりたい。あ、生まれ変わったら何になりたい。自信のある方から俺多分いけるか、俺もいけるかな。あ、じゃあ同時にいきますか。はい、せーの、いや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 、これはこれだね、ナスさん。確かにそっちだ、ナスさんはプロ野球選手と普通になっちゃった絶対ない。いや、この人はこれ、この人はこれ、誰これ、いや、絶対絶対これ、絶対めっちゃ分かってる。あ、それすごいかもしれない。絶対これ皆さんすごいです、自分です。いや、絶対俺、俺すげー。そう、いや、絶対そうなんですよ。渡辺選手すごい、すごい、この企画超面白い。第二弾ね。明日地球が滅亡するなら何をする。本当だったら答えたいなんだけど、そこじゃないんだろうな。なんだろうな。皆さん自信ありそうっすね。好きなことするんじゃねえかな。釣り。おお。意外ともうそれは関係なくて好きなことするんじゃねえかな。前川選手も釣りと。釣り。で渡辺選手山登り。自然を感じに行く。渡辺選手海に行く。ああ、山も好きそうやな。なんか合流するとかじゃなくて、もう好きなことをして死ぬ人なんて。ニュアンスは近いです。正解は変わらない日常。もう何とかじゃないじゃん。それ。もうなんか好きなことせよ。死ぬ気やね。抽象的なやつ。嘘つけや。本当に死ぬな。絶対好きなことだよ。もう次から答えがなんとなく。いや、毎日そういう路線でね。そういう。毎日ベストに生きてるんだよ。だからもうしょうがない。だから間違えましたね。間違えました。俺っていうぐらいだからね。じゃあ次行きます。自分の好きなところは、好きなところ、なんて言うんだ、いや、もうすげえな、だから早いよ。あ、わかった。前川選手、自信ありげん。いや、俺自信ありますよ。お願いします、じゃあ全部。古橋選手ももう今日終わってますね。なんで、お前なん普段から大悟さんの鼻いいと思ってないな、お前。いや、お前大悟変わってね。こいつも多分変更変わってんの。マインドマインド考え方今食べてしまう。うわー、言う、それ言う、普段から言う、言いそうだね、言ってる、言ってる。正解じゃないこれ。正解よ。正解者なしです。なし、え、脳みそです。マインド、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 じゃあ、こう、近い、近いでしょ、考え方でしょ。あいつ、説教だよ。ほら、鼻はやばい、それはいじって、いじりやわ、それは。全部じゃないの。でも、その最高っす。正解、それ正解。それ正解。脳みそじゃなかったとしたら、これ。もう一つの回答。那須大輔に直してほしいことは。わかった。頼むわ、那須。な、一個じゃないよ、多分。リアルなやつ、リアルなやつ出して傷つくのはラスさんだけなんで。それは本当に思ってることなんだよ。マジで足臭いっす。いや、それでもロックはお前近いから。いや、じゃあほんまにスパイクこう持ち上げた時のこの人差し指、おい、バカ臭いっすもん。足が、ほんまに。それ直せるのは直せるのは直せるのは結構好きなんだよ。臭いんだよ。お前、悪口やないか。いや、マジ臭いっすもん。俺はもう、物忘れ。ボケね。ヘディングの質疑で。それはよく言い過ぎやわ、思んないって。それはお前ね、絶対次に名刺おごってもらう気やん。多分同じことを何度も言うとか、
名前忘れてる。マジこれ老化っすよ。渡辺選手がこの会話の中で言った一言が一番近かったですね。パンチドランカー。正解。ボクサー。マジで悪口やぞ。ちょっと癖になる。いない時も嗅いでるから。じゃあ最後の問題です。はい。西大吾選手が気になる社会問題は？気になる社会問題、ヒントとしては結構タイムリーだなって僕は思いました。ね、これはガチです。はい、どうぞ。お金っすな。外交政策。外交政策。広く見てるじゃないかな。なんで？正解はアマゾン火災です。自分に過ぎやろ。